こんばんは。お疲れ。ありがとうございます。こんばんは。ハートもありがとう。こんばんは、皆さん。中村舞です。お疲れ様。こんばんは。頭かわいい。ありがとうございます。やっほー。水鉄砲もありがとうございます。こんばんは。ギフトありがとう。クマありがとう。めちゃめちゃ寝るだけ。まあ寝れないことはない。お風呂には入った。お風呂には入りました。そうなんです。寝る準備。パジャマ着てるわ。ありがとうございます。ちょっとここ最近本当に寝すぎて本当にやばい。本当にやばいです。インスタライブお疲れ様。ありがとうございます。そうだ、インスタライブがありました。そうなんですよ。そう、オンワードさんのありがとうございます。ぜひアーカイブでもこっちを見てほしい。カメラ、そうそう、あの服も、そうそうなの、用意していただいた服で、ちょっと私インスタライブっていうものがこう自分でこう画面を持ってこうやってやるのが初めてで、私自分のアカウントでやったことないんですよ、インスタライブとか。だからなんかちょっと不思議な感じしました。ありがとうございます。インスタライブ特にしないかな。だってなんかさ、ショールームあるしな、まあ、どっちでもいいんだけど。ショールームが慣れてるからなって感じです。うん、ぜひね、広島にあるので行ってみてください。自由にインスタライブ、いやなんかね、インスタライブの方はなんかやるときはやりますみたいなのを多分言わないといけないかも。女性のフォロワーさんがいるよ。でも私のインスタライブはな、インスタライブの私のインスタはな、なんか特にそんな、あのなんか結構趣味やかみたいなところがあって、なんかなんだろう、女の子の服を載せてるわけでもないし、あんまメイクを載せてるわけでもないので、なんかそういう、なんだろうね。そう、あ、趣味やかみたいなとこなんで、別になんか載せなきゃと思って載せてるわけでもないので、絵メインですね。絵しか載せない。自分の写真載ってないじゃんっていう人がいるかもしれないんですけど、一番最初の投稿を見てもらったら私の写真が載ってるので、それで顔は確認していただけたら嬉しいです。
そう、それでね、あのね、オンワードさんでそのなんか好きな服をいただけるっていうことになって、そう、私はあるものを注文しました。かわいい、ありがとうございます。そうなんですよ、ありがたいことにみんな、そうなんですよ、え、なんでみんな知ってるの？え、みんな知っててびっくりした。スーツ、え、そう、スーツ頼んだんですよ。え、あ、言ってたそうなん？そうなんですよ、バレちゃった。そうなんですよ、そうなんですよ。あ、そう、メールで秘密とか書いて、秘密っていうかなんか、なんでしょうみたいな書いときながらめっちゃバレてたの、恥ずかしいんだけど。そう、スーツ全部採寸して、そう、作ってもらって、うん、ありがとうございます。うわー、待って、これあれの気持ちだわ。もう私のね、この気持ちを今から言いますね。あの、私が今日会ったこと、学校とかで会ったこととかを、あの、まず家に帰ってきてお姉ちゃんが先にいたからお姉ちゃんに全部言って、そしたらお姉ちゃんがお母さんに全部言ってる時の気持ちになってるあの、私がお母さんに、でね、あの、あれがあったんだよって言ったら、あの、姉から聞いたよみたいな、あの、お姉ちゃんを通じて伝わってる時の気持ち、これは、この気持ち、え、知ってますか、この気持ちの現象。もうめちゃめちゃね、これね、この気持ち久しぶりになったね。あの、だから我が家では、あの、本人から話を聞くまでは言わないっていう謎のなんかちょっとルールっぽいものがあるんですよ。そう。で、なんか、え、なんで？みたいな。そう、この現象。暗黙っていうか、なんか、え、そう、これに名前をつけるとしたら、あの先に伝わっててモヤモヤしちゃった現象あとプラス、今回はみんなに秘密にしてると思ったらまさかのバレてて恥ずかしかった現象と名付けます。うん、一人でなんでしょうとか思って言ってたの恥ずかしい。うん、長い名前、現象名が違うんですよ。あの、でも全然、あの、子供もやもや現象は慣れてるので、私はお姉ちゃんはめちゃめちゃめっちゃ喋るんですよ。本当にめっちゃ喋るの、お姉ちゃん、うちのお姉ちゃん本当にもう何でも喋っちゃうの。だからなんか、私なんならちょっと、お母さんに先に言ってからにしようとかめっちゃ考えたことあるもん。
か、あの先に後で釘刺す、なんか絶対に言わないでよ、私がお母さんに言うから絶対に言わないでよって先に言っとく。私からお母さんに言うんだからね。もうそうなんですよ。ちょちょ言ってほしいです。もうね、これもう本当振りとかじゃないですからね。本当にもうね、みんなね、なんか言ったらそれ振りなんでしょって。いやもうじゃあもう全部振りだって、もうこの世のことなんとかします、それ振りなんでしょ、あなんとかしないで、それ振りなんでしょ。私振りとか言わないんで、あのやってほしいことはやってほしいって言うんで、あの疑わないでください。かわいいとお花ありがとうございます。うん、うん、振り、振りじゃないですよ、振りじゃない、私は本当のことしか言わないよ。スーツどんな色？私が頼んだのメンズなんですよ、実は。あの女性ものじゃなくて、あのメンズを頼んだんですよ。で結構あのかっこいいやつ着ようと思って、男装しようと思って、あのメンズを頼んで、で結構メンズって自分が着るときにこうサイズが合ってなかったりするんですよ。だからオーダースーツだからこそ、こう自分の体に合ったメンズのこうスーツをちょっと着ようと思って、で私もうこれはもうずっと前から思ってるんですけども、スリーピースが大好きなんですよ。あの中にベストみたいな感じの、あのスーツってやっぱあのスリーピースがもうたまらなく好きで、あのジャケットを脱いだときに着てるのがやっぱ萌えなんですよ、私の中で。なのでちょっとスリーピースのあのスーツを頼みました。色はねそんなにね明るい色じゃなくて、ちょっとあのブラウンベースの青みが入ったなんかやつだったかな、確か濃いじゃないや、暗いブラウンぐらいだったっけ。ネクタイとかまだ選んでないんですよ。そうシャツとかもろもろは選んでないんですけど、襟でもなんかすごいんですよ、襟とかもなんかめっちゃね、なんかこういう襟とかこういう襟とかすごいね、いっぱい選ぶ項目みたいなのがあって、なんかボタンも1から選べるし、すごいんですよ。いつかな、でもいつ届くんだろう、まだ届かないです、8月ぐらいに届きます。そう、あともう一個私の中でちょっと初めてなのは、あのボタンがあのダブルってやつ、ダブルってのを選んだんですよ、箱なんかダブルっていうのを選んで、なんかねこうなってるやつ、なんかすごい絵が超下手だけど、多分4つだったかも、6個じゃなかったかも。そうなんかこう1個のやつじゃなくて、そうですダブルってのをちょっと選びました。
渋いね。なんかちょっとなんかより男性らしさが出るらしい、ダブルで。しかもボタンは金色なの、金のボタン選んだの。だからもうすごい、もうすごい人になります。高そうなイメージでも、確かにオーダースーツでこんなにもいろいろとそう注文したら多分すごいだろうなと思って。貫禄？ひげつけようかな。あのちょっとかっこいい感じでちょっと着たいと思います。そうめっちゃオフなんですよ。何パーセントオフっていうの、そう今めちゃめちゃねセールみたいな感じで、なんかほとんど 50% オフ以上だった感じ、すごかったです。楽しみ、楽しみなの。なんかでも私スーツでめっちゃなんかオーダースーツだからすごい聞かれて、なんかもうここはどうしますかみたいな、後ろのその背中のなんかこう切れてるところとかどうしますかとか、中の裏地とかどうしますかだったり、ポッケのこう付け方はどうしますかとかだったり、めっちゃいっぱいあって本当にすごいって思った。こんなにたくさんあるんやと思って。いや裏地も実はね、ブラウンで揃えたんですよ。どっちもブラウンにしたんですけど、ちょっと色味は違うけど、で水玉にしました。ドットにした。可愛いでしょ、裏地ドットなの。可愛いでしょ、ドット楽しみ。そうちょっとね可愛くしようと思って裏地ネーム、あマイキューって入れましたあのマイドットキューって入れました。あのローマ字ですごいおしゃれな感じでマイキューみたいな、あのなんか中村マイとかでもいいですよみたいな感じだったんですけど、やっぱここは相性でいこうと思って、でこのマイキューが作ったっていうことでマイキューにしました。裏に入ってますマイキュー。なんかドット入れたのはなんかドットを何ですか、頭は大文字にできるんですけど、それ以降小文字にしかできなくて、でドットを入れたらまた大文字が使えるらしくて、で Q が小文字になるのがなんか個人的になんか Q は大文字のイメージだなと思ったので、ちょっとそうマイドット Q にしました。 Q を大文字にしたいがためにドットを入れた感じです。ちょっとお楽しみに、私のちゃんとあのなんか短髪に見えるような感じのなんかウィッグとかかぶってやりたいですね。もしくはめっちゃ高いポニーテール、いやあれがいいな、短髪にしたいな。広めてか、なんかどっかで着たいんですけど、なんかお話し会とかがあったら一番いいなと思ったんですけど、お話し会がないですよね。7月の25が最後ですもんね広島。多分7月25までには届かないので、ちょっとお話し会がないのが一番ね、しばらくなさそう。次のシングル出たらね、
じゃあ次のお話し会までに温めときますか。あ、スーツな、ど、なんやろ、冬用夏用、そんな、なんかあんまり、うん、でもなんか薄くもない感じだったんだよね。秋ぐらいがちょうどいいのかな。うん、リーゼント、サングラス、リーゼント、サングラス、結構なんかバチバチですねそれは。キメキメじゃないですか。なるほど、ありがとうございます。マイケルダンスするの、そう、マイケルダンスをしたいの一回。あのもう一つしたいダンスは、あのあれ、あのブレザーじゃなくて、あ、学ラン、学ランだっけ、ん、学ランで合ってるっけ名前。学ランか、あれしたい、持ってないんだけどね。学ランいいよね。あれ、うん、応援団、応援団っていうか、あの制服のセーラー服を着た女の子を周りに、あのこう集めたいで、一人だけ学ラン着てたいで、あのこうしたい。やりたいな。ハーレム、ハーレム。何、ハベラスってどういう意味、ハベラスって、ハベラスってどういう意味ですか。ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンスハーレム。うん。ハーレムみたいな意味？え、よくわからんわ。あんまりわからんわ。私がやってたみたいな？これ？ハベラス？ハベラス？女の子限定？連れてる、従えてる感じ。はべらしたい、はべらしたいって言いますか。手だな、なんか手玉ってさ、いい意味なの？あんまよくなさそうな意味だな。はべらしたいとは言わない？おっきな声で言っちゃダメ。はべらしたい。小声。じゃあみんなに聞きます、はべるって、私のところにはべる、はべりますか。はべる、おかしい、はべる、書きすぎて赤くなった、あー、かゆい。違う。
はべる、みんなはべるって言っとるわ。グミめっちゃ赤いよ。書いたら私首を長く見せる選手権一人でやってるんですよ。よく長くなってる、書きすぎた。そう、こうもう顔はなしで首だけ長くするの頑張って。見て。めっちゃ長くない？これを一人でして楽しんでる。長いでしょ。頑張って長くさせるの。怖い？待って。怖い？長い時の顔はちょっと必死な顔してるからね。ちょっと そう、首長選手権優勝。どうやったら長くなるか、え、もうあれだよ、根性、根性じゃない、なんだっけ、根性か、根性で合ってるか。入賞、あ、参加一人、そうなんですよ、皆さんも参加してください、ぜひ。なぜ長くしてるの？特に意味はない、意味ないことをやるのが好きなんですよ。グリーン種目、オリンピック、そう、オリンピックだよね、オリンピック、え、もうやってるか、オリンピック、そう、私オリンピックの首長選手権出てるんですよ。そうそう、あの優勝候補なんで今回エントリーしてます。気になる競技、あ、でもソフトボールをあの見ましたね、あのテレビで、あれなんだ、ソフトボールをなんかやってるところを見たんですよ。ソフトボール、そう、ソフトボールのさ、ボールの投げ方ってすごいよね、こうブンブンポンみたいな、あれなんかこうやって投げるんじゃなくてさ、ブン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 ってさ回してさ、ポーンって投げるのめっちゃ大変だろうなって思いながら見てました。ソフトボールもう、あ、もう始まってるの？そうなの？あれは始まってるのか。なんか競技がいつからとかあんま分かってないかもしれません。すごい、あれ、ソフトボールとさ野球の違いって何なんだろうってずっとさ考えててさ、まあ、ボールが硬いか硬くないかってことなのかなと思って、ソフトボールだから、そうだから、そうなのかなって。でもさ野球ってさ硬式野球と軟式野球2種類ありますよね、ってことは軟式野球イコールソフトボールみたいな感じなのかな、投げ方がでも違うのか、あ、ボールの大きさが違うのか、ルールも違う。あ、そうなんや。何回かあるのも違うんや。へえ、なんかソフトボール体育でしたんやけどな。忘れちゃったわ。野球は違うんや、全然。
ちょっと疎いんですね。私何してたかな。ベンチにいる。なんかね、無理無理。もう私あの4拍子揃ってるんで、あの野球ソフトボール関係投げれない、打てない、走れない、守っても取れないの4拍子揃ってるんで、もう本当に。あと何が苦手っていうと、あの投げる人になったり打つ人になった時に注目されることが一番嫌なんですよ。その人たちが打つかどうかみんなそこに注目するじゃないですか、バーって。もうあの瞬間がもう本当に私見られてることがもう無理すぎて、もうあのこう構えてる時が一番もう緊張、無理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 。そこがね、そうちょっとね、いやアイドル、いやいやいや、その注目されることが嫌じゃなくて、そのなんだろう、もうできないのにみんなが期待を持って頑張れって見て、こうみんなが見てくるのがもう無理なのよ。そのもうソフトボールとか打てないのよ、絶対打てないのに。そうなの、できないのよ。もうダメです。なんか前にさ、なんかこれ思い出した、前にさ、あのソフトボールじゃなくて野球の試合がテレビでやってて、でね、うちの家庭あんまりね野球そんなに詳しくなくて、野球をテレビで見ることが少ないんですよね。でもなんかお母さんが珍しく真剣に野球を見てて、お母さん全然野球普段見ないんですけど、すごい真剣にねもう見てたんですよ、こうテレビに向かって。で、珍しいねみたいな、野球見るの珍しいね、何見ようみたいな言ったら、あどうなって言ったら、いやね審判見よるんよってね。お母さん野球じゃなくてずっと審判の人見てて、なんかわかんないんですけど審判の人の観察をずっとしてたんですよ。野球じゃなくて、野球なのかな、もうずっと審判の人見てる。どこ見とんって、マニアック。なんで、なんでなんじゃろうね、審判の観察をしている。野球の審判ってさ、どうやったらなれるのかな。検定？採用試験？もしさ、私がその試験に合格したら私も審判になれる可能性あるってこと？そういうわけでもない。試験がある。あ、そうなんや。心配ですね。やめてください。心配とか言うの。女性の審判見ないね。あ、そうなの？見ないのかな。いや、私ね、なりたいのって言っちゃう、あの気になるんですよ。なんかすごい常によく考えてることがあって、この仕事をしている人たちはどういう過程を経てこの仕事をしてるんだろうってのをいつも気になって、なんか資格を取ったのかなとか、何か学校を出たのかなとか、なんかどういう感じでこの仕事に就いたんだろうっていうのをよくいつも考えるんですよ。なんか自分が知らない世界が広すぎて、多分
気になるよ、ちょっと気になるよって食い気味。めちゃめちゃ気になりますよ。本当はありがとうございます。わかる、なんかね、そう、たまに聞きます。でも聞き方が分かんなくて、なんかどういう過程を経てここの職業に就いたんですかってよく聞くんですけど、この聞き方がなんか合ってるのかなと思いながらちょっと聞きます。美容師さんも、いやでもね、美容師さんは多分あの美容師さんがなる学校に行ったのかなっていうのをなんか聞いたことがあって、そうで、ただメイクさんはすごく気になって聞いたことあります。あのよくメイクさんでこう髪の毛のアレンジをしてくださる方とかいらっしゃるんですけど、どういう過程を経てこのなんか STU48 のメイクさんとして来てくれたんだろうって考えたりするもん。めっちゃ考える。聞いたりするかな、結構。だからスタイリストさん、もう聞きました、私もスタイリストさんめっちゃ気になって、そう聞きました。でも多分ね、なり方はいろいろあるんだと思う。そう、本当になんか個人それぞれですよ。変わった経歴、でも変わった経歴じゃないけど、私がよく聞いてすごいなって思うのは、なんか何かをこれを始めようって思った時に周りの人に声をかけて集めた人たちでこれを始めたんだよって言われるとすごって思います。なんか結構一から始めるのってすごい大変なことだし、なんか苦労もたくさんあるだろうし覚悟もいるだろうなって思うけど、その声かけで集まった人たちで何かをしたっていう事実が本当にすごすぎて、私はそういうの聞くとなんか世の中いろいろ本当にすごいなみたいな、なんかちょっとすごい感想が、もう全然語彙力ないからあれだけど、すごいなって本当に、そう、そういうの聞くの大好き。いいね、ありがとうございます。マイキューもいつか会社作るが、マイキューがいつか会社作るとしたら、うーん、何の会社にしようかな何の会社にしようかな、そこからだから何の会社にしようかな。パン屋、あ、なんかビル建てて、各階別のあれにしよう。1階パン屋の、研究部、2階は和菓子の研究部みたいな、3階はオムライスの研究部みたいな感じで、なんか食の会社にしよう。研究しかしてない。あと一体何するの？開発？研究開発部。あ、そして宣伝&売る。
利益、まあそんな最初のうちは利益なんて言ってられませんよ。もう大赤字でスタートします。ほんで利益なんかもう最後の最後よ。一番はいいものを作るところから始めていきましょう。はい、もういいものが作ってからもう最後に考えるのがそれでいいんですよ。ちょっとでいいです、大丈夫。潰れるかな。宿って、あ、私が社長でもいいんですか。資金、資金頑張ります。信用のできない頑張りますですけども、頑張ります。クラウドファンディング、なんか聞いたことあるな、クラウドファンディングって。資金を集めて協力してくださった方に恩返し、9階建てのビルにしよう。で、私9階にいるから、9階のあの一番奥みたいなとこにいるから、湯婆婆みたいな感じでいるから、ノックもしないのかい。あのちゃんと奥の隅にいるんで、あのあ、全部階段じゃない、ちゃんとエレベーターつけます。エスカレーターもなんならつけましょう。働かせてください。働かせてください。ダブルのスーツ着よう。角部屋にしよう、角部屋。楽しみだな。会社の名前も決めないといけないわ。何がいいかな。食が入ってるのがいいな。食株式会社にするの？え、何？株式会社と何が違うの？何株式会社って。私株式会社とか言うけど、なんかよく分かってないよ、そういうの。姉貴秘書にしよう。秘書になってもらいます。有限会社、分からん、こういうの本当に分からん、本当に分からん。副社長、嘘、副社長っていうのがあるんですか、役職で。そうなの？そうなんや。会長？
社長と会長ならどっちが上なんだろう、分からんなあ、そういうの一緒だと思ってたわ。会長、へえ、詳しいねみんな。なんで、なんでですか。最高、ありがとうございます。専務、会社にいたら分かるんだ。私取締りなんちゃらかんちゃらみたいなのがいい。なんか取締りたい、取締代表みたいな、代表取締りみたいなやつ。こういうイメージ。取り締まってはべらす。ちょっと待って。大変だ。はべらしちゃうのそこで。困っちゃう。はべらしちゃうの？取り締まった後に？大変。困っちゃいますね。姉貴をはべらす。面接、私ねめっちゃ面接のね、なんかねあれ見るの好きなんだよ。なんか面接めっちゃ苦手なんですけど、なんか人が面接してる動画とか見るのめっちゃ好きで、なんかその受け答えとか見たりめっちゃ好き、よく見る。マニュアルっていうか、あとねなんか圧迫面接、あの圧迫面接を受ける人を見て、圧迫面接を受ける人の気持ちになって、もうすごい苦しい気持ちになりながら見るの。もうなんでこんなこと言うんかねみたいな、頑張れめっちゃ応援しながら、そうモヤモヤしながらあれ見るよ。圧迫はどうなんだろうね。私会社の面接とかしたことないから分からんけど、今あるか分からん、どうなんだろう。あるよ、圧迫面接とかで調べたら多分動画めっちゃ出てくるよ、圧迫面接の。私でも圧迫面接まではいかないんですけど、受けたオーディションで一回めっちゃ、え、なんでですか？え、なんでですか？ってのをめっちゃ聞かれたことがあって、言った答えにまたなんでですか？みたいな、ちょっと圧迫気味の面接を受けたことがあって、オーディションとかで。すごいね。でも私その時めっちゃ反抗期だったんですよ。だからもう意地でも答えてやるって思って、もう本当になんか、めちゃめちゃ怒りながら答えた記憶あります。なんか。なんか多分そのでもなんか答え続けることが大事なんかな、よく分からんけど、ありがとうございます。
怒ってたというかそんなもう感情あらわにしないですけど、えだからみたいな、だからとか言ってる時点でちょっとダメだね。だからなんとかなんですみたいな。な感情は表にそんな出さないですよ。その出せないのでそういうところでは。ありがとうございます。思い込んで本性見る、いや違うと思うけどね。難しいですよね。印象に残ってる面接の質問なんかあったかな、なんかあったかな。そんななんか、なんか自分のことはあんまりね覚えてなくて、人のことばっかり覚えてるんですよ。そのなんか集団面接とかだったらその人のことばっかり覚えてる時あるわ。あの人ああやって言われてたなとか、あの人ああやって聞かれてたなとかめっちゃ覚えてるんですけど、まあ、自分のことを覚えてなくて。志望動機聞かれるかも。聞かれる。あ、高校受験、私高校受験じゃなくてあの中学受験したんですけど、中学の時の受験はほとんど記憶にないですね。でも5人ぐらいでやった集団面接だったんですけど、そんなありがとうございます。覚えてないほとんど。なんか頑張ったこと、小学生の時に頑張ったことはありますかとかそういう感じのことだった気がする。だるま、ありがとうございます。もう覚えてないよ、全然覚えてない。覚えてません。面接はもうしたくないな。面接は緊張するもんな。ありがとうございます。反抗期じゃないよ。反抗期じゃないよ。いや私この先も面接とかあったらどうしよう。いやあるのかな人生で。え、皆さんもありますか面接。STU 受かってから面接というものをもうしたことがないから、あるかな今後この先面接ある。絶対ある。資格取るとき、本当に本当ですか。就活、私の年、私の代の人たち今就活してるわ。
面接する、あ、面接する側もあるのか。ありがとうございます。うーん、私が社長になったら面接をする側なのか、取り締まればいい。そうか、うーん、いろいろ質問考えとくわ。名前をどうぞ、うん、過去の職業や、あ、最終経歴を教えてください。で、食べ物では何が好きですかっていうのと、あ、なんでこの会社に入ろうとしたんですかっていうのと、あとあとは、出勤できますかっていうのと、あとは、経歴あり、そう、正直に答えてください。なんで、なんで入ろうとしたかも聞かせてくださいあ、出勤、あ、毎日出勤しますかって聞いて、最高、ありがとうございます。あとは、あ、この会社は何時希望ですかっていうのを聞くわ。嘘つかずに答えてください。抑えです、了解です。じゃあちょっと他のとこがダメだったら来てくださいね。いいですか、頑張ってください。聞いちゃう残業、あなたの仕事の効率具合によります。はい。あとは、社員旅行、あ、もうそれ入れよう、社員旅行入れよう。社員旅行が一番いいよね。社員で旅行行きたい、いいね、社員旅行。なんかね、うちのお母さんめっちゃ社員旅行行ってたの。今は行ってないかもだけど、結構私が学生の頃なんか社員旅行よく行ってて、めっちゃいいなと思って。なんかね、しかもなんかね、すごいいろんなとこ行ってたのよ。社員旅行いい。いいよね。旅費積み立て、まあ、ちょっとずつ。社食ありますか。まあでも食の会社だからな、いっぱいあるでしょう。社食っていうかご飯は。社員旅行、なんかお母さんがね、シンガポールとか行ってたのよ。すごいね、なんかホテルの上にプールがあるホテルみたいなのに泊まってたんだけど、写真見せてもらってめっちゃ楽しそうだった。シンガポールいいなね。すごいよね、海外旅行に行くなんて。
結構有名なところらしい。あのすごいこんなビヨーンボンボンボンみたいなホテルです。なんかすごいプールが、大きいプールがあるみたいな、屋上に。そう、すごいよね。私が中学生か高校生か忘れた、中学生ぐらいかな。社長どこに行きたいですか。社長はですね、社長は、いや海外行きたいけどね、宇宙、いや宇宙行きたいけど、宇宙社員旅行宇宙とかある？国内じゃなくて海外に行こう。キューバ、なんでキューバついたらけんだろ。ドイツに行きましょう。皆さんドイツに、ドイツで美味しいソーセージ食べに行きましょう。ソーセージしか知らん。ドイツでソーセージ、ビール、あ、そうなん、ビール有名。タワーもらった。広島コーパゼリさん、ありがとうございます。ありがくま、ありがくま。え、ビールか、ビールか。ちょっと難しいな。ポテト、ソーセージ、ビール、でもいいじゃん、めっちゃなんかお酒に合いそうなものじゃん。愛媛に行きたいです。いいね、愛媛、愛媛。イタリア行きたい。ご飯が美味しそうな感じがする。外国いいよね。パスタ有名？え、ご飯、ご飯目当てだよ。結構ご飯だってさ、何が楽しみって、もうご飯、ご飯が楽しみでしょ。あのあれだ、社員旅行っていうか、あの研究としていこう。研究っていう名前で、まあ、社員旅行っていうのはちょっと隠しつついっぱい行こう。年に7回ぐらい。いっぱい行こう、研究っていう名前で。経費で、経費で行こう。全部ね、大丈夫。
いんじゃないですか。出張、ああ出張出張出張って響きいいね。いいね、かっこいいですね、出張。遊びじゃないですよ、もちろん。開発部、開発部で行こう。有給休暇、何有給休暇って、あ、有給あります、あります。と普通の会社ってどれくらいなんだろうね、有給。年にじゃあ48日、あ、48にしよう。48日ぐらい、1週間に1日休む計算で、ダメ。そしたら単純計算で1ヶ月に4回だから 4×12 で48回。会社潰れるね。私が働きます、馬車馬のように働きます、パカラッパカラッ。社長が、社長が働きますね。あ、でも分かった、有給いっぱいの代わりにいっぱい社員さんを増やしたらいいんだ。あの900人ぐらいの会社にしたらいい。そしたら1人休んでもみんな働いてたら足りるわ。広島港パセリさん、ありがとうございます。人件費忘れてた、一番大切な人件費。もう月給9万円、いろいろ差し引いて9万円。あのあれするわ、会社に泊まっていいことにするわ。寮とか寮あの用意できんけど会社に泊まってもうご飯も全部出ることにする。光熱費も家賃もかからないで、もう全部支払って、全部あの税とかも抜いた結果9万円にするわ。ダメ。ありがとうございます、広島港パセリさん、ありがとう。お小遣い9万円、うん、残業代あげます、1時間につき900円あげます。ありがとう。門限もありません。好きな時間に帰ってきていいですよ。安い、え、待って、相場がわからん。じゃあいくらがいいですか。最低賃金聞いたことあります。今だって知らないから、そんなの。2000円くらい、そうなんや。
残業代9,000円、結構お高いですね。それ残業代いっぱいした方が、あの普通のお給料よりももらえる説出てくるんで。深夜手当、あの深夜は寝てください、皆さん寝ましょう。起きてちゃダメです、寝てください。私の会社ではみんな寝させます。でもね、私ね、3時のっていうかお昼寝をね絶対入れた方がいいと思う。だって絶対仕事の効率上がるよ。だからみんな布団持参で、やっぱりあの1時間ぐらいどっかで寝ても、自分のタイミングで寝てもいいとか、そういうのつけたら絶対みんなもうめっちゃいいと思うんだよね。昼寝、お昼寝ある会社ある。え、やっぱお昼寝あった方がさ、なんか頭絶対すっきりするよ。1時間寝すぎなの？昼休みに寝てる。いやだって昼休みとお昼寝の時間違いますよ。寝休みは休む時間なんで。そうそう。昼寝あったらいいと思う。私さ、絶対さ夜に寝るだけじゃ耐えられないもん。お昼も寝ないと耐えられない、どっかのタイミングで。2公演の時間に寝てる？ゴゴリバは寝てたけど、それ以外は寝てないわ。っていうのもあんまそんな時間ないかも。寝てる、メイク直しして合間にリハしたりしたら、もうなんかすぐにもう時間ないねってなって、うん、結構ある。間にするかも。なんか昼の直しっていうか、昼を踏まえてとかやる、リハ。でもゴゴリバの時はめっちゃ寝た。っていうのもゴゴリバめっちゃ待ち時間あったんだよね。本当にめっちゃ時間があって、多分待ち時間が長かったから寝てたのかもしれない。お腹めっちゃ鳴ってる。お腹空いたわ。地球夜ご飯食べたんだっけ。食べてないかもしれん。あれ思い出せんわ。食べたんか。食べましたかね。なんか食を大事にしてるのに。お腹がめっちゃ鳴ってるわ。可愛い、ありがとうございます。知らん。私も知らん。食べます、食べます、食べます、食べますよ。何分ですか今。23時46分。私何時からしてましたっけ。10時半か。筋トレするわ。え、筋トレするよ。そう、ちゃんと腹筋背筋してますからね。筋トレするわ。布団がね、待ってね。
これね、長ズボンなのよ。可愛いでしょ。パジャマ。何柄？これクマ、クマ？紫っぽいピンクっぽい色です。ちょっと、よいしょ、あ、いやいやいや、うん、お腹が鳴ってるわ。お腹空いたけど筋トレバズる。うん。事故らない？どうですか？事故りますか？事故りそうですか？事故りそうかな。大丈夫でしょ。いや。よいしょ、行こう。なんでシャツインしたらさ、なんかすごい。なんでシャツイン？お腹なんだ。ウェー。なんかちょっと。ね、ちょっとシャツインしたらさ、なんかすごい、なんかちょっとなんか見てこれどう、シャツインしたら、なんかどう、かわいい、ほんと？まあ、いっか、いきまーす。悪くない。悪くないらしいで。よっしゃ。1、2、3、4、5、6、7、お腹なんだよ。8、うえぇ。9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はあ、疲れた。20。最近ついてきた？そうかも。お腹がギュルギュル言ってんねん。困っちゃう。シャチホコ？足上げて、これでグイグイするわ。足をちょっと浮かして、このこれくらい、このこれくらいにして、こうしてグイグイします。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、
18 19 20。これは無理やわ。もっとゆっくり。なってるんですよ、お腹が。見てこのアングル斬新じゃない。皆さんこんにちは、中村舞です。今日はこの角度でお届けします。お腹が鳴りました。うん、意地悪でしょ。コメントを読むのがね難しいですね、この角度だと。お腹が白い。あ、こういう写真でありそう。何分だ今。54分やってよ。よいしょ。はぁ、汗かいた。黒髪なんかね、あれしたいんですよ。なんちゃらかんちゃら髪の毛をさ、めっちゃ切りたいんですけど、長さはわからん、どこでもいいんじゃけど、こういうやつ、なんかこういうやつしたいんですよ。こういうやつ、髪型のあれ。こういうやつ、あ、聖子ちゃんカットみたいな感じ。そう、ちょっとこのここの横毛をこうしたい。聖子ちゃんカット。ウルフとはまた別なのかな、あれは。ちょっとやってみたい髪型。ウルフ結構伸びたんですよね。前に、なんだっけ、美容室行ったの6月9日だったんで、調べたらもう1ヶ月行けてないから、行こうと思って。行くわ美容室。ちょっと久しぶりに髪切りに。そのうちなんか黒くなった気がするわ。何もしてないけど、こけしにしないと、うん、あ、壇上呼ぼ。りょんきゅうさん、うまちゃんさん、にゃたろさん、水軍スピリットさん、うえまんさん、東京のソナさん、広島コーパセリさん、しんじさん、まゆたみさん、くまきちさん、アーリーさん、みやびさん、くまねパパさんでした。ありがとうございます。何分だ、57分。皆さん一日お疲れ様です。祝日でも仕事の方もいらっしゃいますよね。また明日頑張りましょう。今日は海の日でした。海の日ツイートしたよ。STU48 毎年やってるんですよ、タイムラインを。海にしよう。また会いましょう。あ、今週
その日曜日、土曜日が公演で日曜日がお話し会か。おやすみよ。そしもなど。明日スポーツの日やって。なんかスポーツしようかな。スポーツせんとや。スポーツの日やって。じゃあ明日はじゃあ何かしらスポーツをしたいですね。バドミントン、私さ今日もめっちゃ誘われた。なんか姉からバドミントンしよう、一緒にバドミントンしようね、一緒にバドミントンしよう。今日しなかったんだよね。めっちゃバドミントン誘われる。もうバドミントン、ずっとバドミントン言って。ラリーが全然できん。うん。な言い方はもうこんな感じだった。おやすみ。あ、もうあとちょっと45秒前。おやすみ。なんか乗ってる？なんか食べようかな。あ、おやすみ。おやすみなさい。みんな。また明日。バイチャラポー。バイバイ。またね。おやすみー。